皆さん頑張って100点取っても先生がお前は俺のタイプじゃないから不合格と言われたらどう思います？すごく理不尽だなと思いますよね。私頑張ったのにどうして先生のタイプであるかタイプでないかということで差別されるんだろうか。これはとっても不公平なことだというふうに考えられます。努力した人には正当な報いを、頑張って勉強して100点を取った人にはきちんと合格という評価がなくてはいけません。それから努力をしなくてサボっていた人、この人は当然不合格になります。でもそれは自分で努力しなかったのが悪いので自己責任です。これが正義の基本的な形です。頑張った人は報われる、サボった人は報われない。まずこれを抑えましょう。そのうちで、しかし私たちの社会というのは頑張ってもいろいろなトラブルに直面します。これを悪い運、悪運と呼んどきましょう。自分ではどうすることもできない条件に私たちは振り回されます。例えば病気になったり、あるいは生まれつきハンディキャップを持っていたり、中にはお家が貧しくて十分勉強することができない人もいます。皆さんの友達の中でもお金がないから大学に行くのを諦めよう、こういう人もいるかもしれません。この運によって、自分の力によってどうすることもできない、そんな状況によって私たちの人生が振り回される。頑張ってるのに報われない、これも不公平なことではないでしょうか。これに応えるのが、すなわち自己責任ではないような要因によって苦しんでいる人たち、その条件を整えていくことも正義です。私たちは非常に豊かな国に暮らしています。ですから栄養満点のご飯を食べ、教育も十分受けることができます。そして大学へ行けば将来はとても有望です。ところがアフリカなどの貧しい国に生まれたら、子どもたちはご飯を十分食べることができません。5歳の誕生日を迎える前に死んでいく子どもたちもたくさんいます。初等教育も不十分です。そして戦争に巻き込まれたり、非常に暗い将来が待ち構えています。誰も生まれる国を選ぶことはできません。なのにたまたま豊かな国に生まれた子は豊かな人生を歩み、たまたま貧しい国に生まれた子どもたちはそういう人生を歩めない、これも不公平なことではないでしょうか。私たち政治哲学の領域では、この地球全体の不運に立ち向かう正義、これをグローバルな正義と呼んでいますけれども、このグローバルな正義の世界的な探求を今進めているところです。私の領域というのは政治哲学の中での正義論というものです。人々を公平に扱う基準が正義です。政策や政治制度、社会制度を設計するときに根底に置かれなければいけない規範です。基準です。正義とは何か。これは実は簡単に答えが出ません。大昔から哲学者がチャレンジしてきた問題です。未来を担う皆さんにぜひチャレンジして、未来のための正義、これを共に考えたいと思います。